英子セオドラ・オザキ。夫のオザキ・ユキオと、英子セオドラ・オザキは、イギリス生まれの日系翻訳家。日本昔話を英訳し、これは、没後も再刊されている。オザキ・ユキオの5歳で、娘に、難民を助ける会の設立者の相馬・ユキカがいる。参議院議員のオザキ・ユキテルは、義理の息子。父親は、男爵、オザキ・サブロで、 サブローがロンドン留学中に語学教師を務めたウィリアム・モリソンの娘バサイアと結婚し生まれた娘の一人である。両親は5年間の結婚の後に離婚して、サブローは妻子を置いて帰国し、セオドラは16歳までイギリスで育てられた。離婚同意書に母、バサイアが子供の養育に困った際は子供を日本に送ることができるという情報があったことから、 1885年に祖父のウィリアム死去により生活に困窮したバサヤは、英子の日本行きをロンドン総領事の園田孝吉に相談、もともと引き取ることに賛成だった尾崎はすぐ、了承資料費を送った。バサヤは英子を手放すことをためらったが、尾崎の再三の催促により、1887年に16歳で来日し、 小社会女学校のアメリカ人女性、宣教師や、式季部の神の桜井農館に半年ほど預けられた。後、聖アンデレ教会の小牧師夫妻に引き取られ、コ蘭ラン女学校の女教師となった。18歳から演談が4回持ち込まれたが、いずれも拒否。20歳で父親から独立して、教師で身を立て、1891年に、中日英国講師のヒュー・フレーザー夫人の個人秘書と、 なり、英国大使館に住み込んだ。フレーザー公使の休止により、イタリアに転居した夫人を追って1895年に、投し2年間夫人と共に、イタリアに滞在した後、ロンドンの母の元に戻った。ロンドンでの母子の生活は楽ではなく、1898年に、母子宅に下宿していた、門の育野心から休場を聞いた。1903年に教師を辞め、 いわやさざ波のおとぎ話をもとに、日本の有名な昔話22編を収録した、ジャパニーズフェアリーテイルズを出版。好評を得たため観光が続き、西洋社会で誤解されがちな日本の女性についての物語なども執筆した。日本の社交界でも人気を集め、日露戦争の取材に来たタイムズ特派員と韓国を訪れるなど活躍した。 同性ゆえの郵便配達の誤配がきっかけで、尾崎幸男と親しくなり、1905年に結婚。夫婦の間では、すべての会話に英語が用いられ、家庭生活は、大体様式に改められた。幸せな結婚生活を送っていたが、肉種病を患い、アメリカで手術をしたが1932年に、幸男らと滞在中のロンドンで死去した。幸との間に、シナコ ユキカがあり、ユキカは、相馬ましげ種に嫁いだ。ありがとうございます。